動物園で鳥を見ている一見普通の写真です。がしかし、画面中央金網にしがみついているこの男の子のすぐ前に注目してください。幼い子供の霊が映り込んでいます。こちらです。これを撮った時、投稿者によると、このような子供はいなかったそうです。これはこの土地に関係のある自爆霊と思われます。投稿者によれば、動物園の近くには大規模な墓地が存在しているとのこと、その墓地に眠る霊がこの動物園を訪れているところが映ったのではないでしょうか。この写真は当チャンネルの視聴者様より直接お送りいただきましたお写真です。とあるレストランで食事を終えて駐車場へ向かう途中、急に胸騒ぎがしてとっさに携帯で撮ったものだそうです。赤い光は車のテールランプの反射で少し見にくいのですが、よく見てみるとその中に霊の顔らしきものがたくさん映り込んでいます。おそらくこの土地にまつわる自爆霊が映ったのではないでしょうか。この辺り一帯は過去に大災害に見舞われ、多くの方が犠牲になられたところだそうです。心からご冥福をお祈りいたします。ある若者グループの飲み会で撮影された写真です。楽しい乾杯の場面ですが、ビールが注がれたグラスの中に驚くべきものが映り込んでいます。こちらです。そこにはかなり深い恨みのこもった視線で、この場に参加している誰かを睨んでいるような目が浮き出ています。これはかなり危険な霊体です。おそらく男女関係の嫉妬心から来る怨霊の姿と思われます。こういった表情の霊の顔が現れた場合は、早急に除霊の念を込めたお焚き上げが必要です。音楽室で女生徒がピアノを弾いているところを写したごく普通の写真です。ですが、この女生徒の右肩をよく見てください。ここに誰のものともわからない人の手のようなものが映っています。この音楽室では以前から、誰もいないのに名前を呼ばれたり足音が聞こえたりする不可解な出来事を複数の生徒が経験しているそうです。この学校では特に過去に生徒の不幸があったという事実もないようで、ここに映る彼女もこの手の正体は不明のままこの学校を卒業したといいます。おそらくこの学校ができる以前からこの地に住み着いている音楽家の指導霊による霊障と思われます。そして今でも生徒たちに混じってピアノ等の音色を楽しんでいるのではないでしょうか。この写真はとある船着き場で地元の方々を撮った一枚です。一見問題はなさそうですが、画面右に映る男性の右背後に注目してください。そこにはおかっぱ頭の女の子のような霊の姿が映っていました。これはこの船着き場をさまよう浮遊霊がたまたま映り込んだと思われます。ここに映っている方々には取り付く等の霊障はないようで一安心です。友人がツーリング中に写した写真です。完全に赤いもやが写真全体を覆っています。ここに写る男性についてはかなり危険なサインのようです。
この交差点では過去に事故で亡くなった方が自爆霊として現れているとの噂があります。もしかしたらこの自爆霊の恨めしい怨念が赤いもやになって映ってしまったのではないでしょうか。ツーリング中は特にそういった交通事故で亡くなった浮上物霊が事故を招き寄せる場合が多いようです。私一太郎も日頃から魂の浄化に心がけて、どこにいるとも知れない無差別に襲いかかってくる悪霊を引き寄せない御霊磨きに心がけたいと思っています。これはある宗教団体の信者のスナップ写真です。写真右側に映り込む不可思議な顔がお分かりでしょうか。黒い目と顔の輪郭がぼやけていることから、これは本物の心霊写真だと思われます。宗教団体と心霊写真は一見密接な関係にあるように見えるのですが、実際には宗教儀式の最中に心霊写真が撮影されることはほとんどないようです。ところがこの写真は宗教的な集まりの中で撮影された大変珍しい写真です。これは写真に写っている人の遠い親戚にあたる子供さんの霊とのこと、またあるいはこの辺りをさまよう浮遊霊の可能性もありますが、いずれにしても宗教行事に誘われて現れたと思われます。昭和時代の憧れのケンメリスカイライン GTR の登場です。40年以上経った今でも惚れ惚れするお姿です。そしてやはりここにもちゃっかりといらっしゃいました。車内運転席をよく見てください。男性か女性かは分かりませんが、白髪ロン毛で黒く映る不思議な顔が横になって現れているのがお分かりでしょうか。しかし私はもうこのケンメリに見惚れてしまって霊が目に入ってきません。ごめんなさい。これはとあるテレビの心霊番組で紹介された懐かしい心霊写真です。投稿者が友人4人で電車に向かい合わせで座った時に何気なく撮られた写真です。画面右の窓に注目してください。そこには霊の顔が映り込んでいました。霊能者によるとこの霊は大変強い悪霊で、5人以上の男性の霊が一つの顔を作っているとのことです。ただしこんな悪い例ではありますが、こちらに映る人たちは近親霊や先祖霊に強力に守護されているおかげで何ら影響は受けないようで安堵です。今夜はここまでです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。